こんにちは、英語科の尾形でございます。今日はですね、自宅から、お送りしております。共通テストのですね、あのレシピ問題ですけれども、あれをこう実際に作ってみようというような、そういう企画でございます。よくね、似合わないとか言われるんですけども、私実は料理が趣味でしてね、こんな感じでこうもうアルバムが料理だらけなんですけどね、作ってるんですね。最近はですね、中華にハマってますから、こう酢豚を作ったりですとかね、いろいろですよ。こうやってもうどんどんね、担々麺を作ったり、もう料理しかしてないですね。なんか揚げ物を作ってみたり、パスタを作ってみたり、そしてですね、例えば緊急事態宣言中に何をやってたかというと、パンを焼いてました。フランスパンを焼いたりとかですね、まあいろいろやってるんですけれども、まあやっぱりそんな私が気になるのがですね、あの共通テストのレシピがどんな味がするのか、いくつかあのレシピって妙なところもありますんで、まあちょっと一緒にそこを、考えていきたいなと思います。さあ、じゃあ、レシピをちょっと振り返ってみましょうかね。さあ、ここがそうでございます。 Meat and Potato Pie ってありますけれども、これ作りゃわかるんですけど、パイなのかっていうね、気がするんですね。パイ側を使うわけじゃないんですね。パイシート使うわけじゃない。ポテトでまあ被せるんですけども、あれもでも英語圏だとパイって言ったりします。知っときたい単語が ingredients ってありますけれども、これが材料ですね。ちょっと一緒に見ていきましょうか。オニオン1個、キャロット2個。で、500g のミンスドビーフ。なんて読むんだとも思いますけども、これ後でやりましょうか。日本語で言うミンチですよ。ひき肉ですね。flour 小麦粉とトマトペースト、まあ、トマトペーストでしょうね。次が読めないですけれども、ウスターシャーソース、つまりまあウスターソースでございます。で、まあサラダ油、野菜油ですね。スープストック、ソルトのペーパーですから、塩コショウということでございます。さあ、ちょっとここで英語の授業ですね、やっとこうと思います。レシピ問題がまあ今年別に出るとは限らないんですけど、出た時のために、さっきのミンスって単語です。あの料理ならではの日常的な言葉ですけれども、まずね、カットからちょっといきましょうかね。切る、これ知ってますよね。そうするとね、カット何よりファインリーって時に、このファインリーって意味わかります？いい感じに切るとかいうふうに思う人いるかもしれませんけど、別に違うんですよ。ファインはこれは受験で出ますね。細かくって意味があります。つまり何々を細かく切るって時はカット何々ファインリー、このファインリーは細かくでございます。細かく切るという言い方は他にもいくつかあって、チョップ、これよくね、あの料理のレシピ本なんかだと見ます。切り刻むってことね。そして今回出てきたミンスですけれども、これは日本語のミンチ、細かくね、機械とかね、なんかで、ね、まあ、細かく切り刻むみたいな、そんなイメージです。あとか、あと野菜なんか本当にみじんにするイメージですね。あとは、grind っていう単語があります。これ動詞で ground、ground、あの、つまり、あれですよ、地面の ground と、同じ、綴りで同じ、あれですけれども、発音ですけれども、これが粉とかはね、石臼でこうやって引いたりだとか、まあ、肉なんかを引いたりするってことで、さっきの minced beef って言い方は、ground beef という言い方もできます。ちょっと気をつけといて、しといてください。はい、そしてですね、今回の、レシピの一つの謎がですね、スプーンが書いてあったんです。さっきあのスプーンが何なのか謎だっていうのがありまして、大さじなのか小さじなのかっていうね、大体普通のレシピ本は TSP って、これティースプーンです。これ小さじのことね。TBSP、まあ別にここまで覚える必要ないですけど、ティーブルスプーンのことで、これ大さじなんですけど、まあ今回は書いてありません。多分あの量から言うと大さじなんじゃないかなと思いながら、大さじでもって、作っていこうと思います。それでは、調理を始めたいと思います。はい、それでは始めていきたいと思います。さっき言い忘れてましたけれどもね、ちょっと一緒にレシピをもう一回見てみますと、A をさっきね、ちょっとね、一緒に見てるんですね。で、A を作って、B、ボイルポテトですね。3ボイルポテトってんで、ボイルなんですけど、これちょっとね、後で、やりますけれども、まあまあ、あの、本当に、ボイルするのかどうかっていうのはちょっと後で一緒に考えましょう。あと C のスライスチーズっていうのも必要になってきます。で、まずやりたいのが A を作るんですけれども、1個目見てみてください。Cut the vegetables into small pieces. Heat the oil and cook for 5 minutes. ですから、into、これ結果の into ですね。ベジタブルを、スモールピースになるように、ちっちゃな、断片になるように切って。ということで、まあさっきの finely と同じような感じですね。into small pieces。細かく切って油を温めて、あとこのクックが後でちょっと一緒にこれもやりましょうか。ここでは炒める感じですね。炒める意味で使われていることをちょっと注意しておきましょう。さあ、それではやっていこうと思います。cut the vegetables ですから、玉ねぎですね、ちょっとやっていこうと思います。玉ねぎをみじんに切ると、
このギリギリのところをですね、攻めるわけですよ。でみじんにしていくと。でこうやってこうやって、これも、こうギリギリのところをですね、こう攻めていくという感じで、まあうまくいくかな、こんな感じで切っていくわけですね。ただまあ切っている時間がないのでですね、もうすでに、切ったものがこちらにございます。料理番組っぽいですね。ちょっとこれをですね、一緒にやっていきましょう。あとですね、ちなみにヒートオイルですから、まあオイル入れますね。レシピの半量でやります。4人前 500g の肉使うとか書いてあるんですけど、あれ多すぎんですね。ということで、やっていこうと思います。さあ入れます。ドバーン。これをですね、これ本当はこれだから2倍なんだよね。2倍を5分つってっけど、5分で炒まんのかなって気もしますね。ちょっと中火から強火ぐらいでこれはやった方がいいんじゃないかと、思います。皆さんもね、作る人がいたらやっといてください。下味は書いてないんですけど、最後にね、塩コショウやるって言ってますけれども、こういう時は全体が同じぐらいの塩になるにしても、最初にちょっとだけ塩とか振っといたが、いいような気もしますんで、ちょっとこれでやっていこうと思います。はい、ということで、まあ、これをだいたい5分ぐらい炒めていくと、いうことになります。果たして炒まるかってことですけれども、はい、この工程は以上でございます。はい、それではですね、次の工程に行ってみたいと思います。2個目ですけれども、ご覧になってください。 Add meat and cook until it changes color ってありますね。肉を加えて、そして色が変わるまで、調理しなさい、炒めなさいってことですけども、 until までずっとですね。こんな感じでレシピなんかにはよく登場します。 until がまでずっと、 by the time はまでにっていう意味ですね。そういった感じでこうね、常にいつもまでも迷い続けるよりも、やっぱこういう例文を一個知っとくと、あ、までずっと炒めるレシピでやっぱアンティル使うよな、なんつうのはわかると思います。さあ、一緒に、ちょっとやっていこうと思います。じゃあ、こっちへ来てもらってですね。肉でございます。ミンストビーフでございますね。さあ、これを、入れていこうと思います。さあ、ドンと。あんまり、いじらない方がいいかもしれないですね、肉はね。あんまいじらんといてくださいね。これ土井先生のモノマネなんですけどもね、尾形土井先生のモノマネを、出してきたかと、いう人もいるかもしれませんけども、焼き色をつけるいうことなんですね。似てないですけどもね。これをこうやっていきながら、まあ、焼き目がつく。まあ、焼き目がつくというか、色が変わるまでということですから、まあ、気長にちょっとやっていくことにします。はい。じゃあ、この工程はこれまででございます。はい。肉にですね、火が通ってまいりました。大体、it changes color ですから、ここら辺まで、炒まったらいいと思います。じゃあ、次の工程を一緒に見てみましょう。先ほどですね、カメラマンの方から、土井先生とか言っても高校生はわからないんじゃないかという、指摘をいただきましてですね、料理研究家の土井義治先生ってことでございます。皆さんも知ってるかなと思ったんですけども、さすがに知らない人も、いるでしょうね。まあ、さっき自分で見てみましたけど、我ながら似てないなと思ったんですけども、まあまあとりあえず、やっていきましょう。その次ですけども、Add the flour、小麦粉ですね。小麦粉を加えて and ってやって、その後ろ読めますかね。stir って言いますね。かき混ぜる、かき回すってことです。for 2 minutes ですから、まあまあ、小麦粉に、火入れるわけですね。stir に関しては、これ料理なんかでも結構出てきます。炒めるっていう単語としてどういう単語を使うかって言うと、例えば、stir fry って言い方するんですね。かき回しながらこう炒めるっていう感じね。いわゆるフライって言うと揚げ物想像しますけれども、揚げるっていう時は deep fry って言い方するんですね。stir fry がまあ炒めるみたいな感じでございます。はい、ということで、やっていきましょうか。まあ、これ簡単。小麦粉をこう入れるというだけでございます。こうやってますから、まあ、これがソースになるんでしょうね。小麦粉をバーっとこう入れていこうと思います。こうやってかき回しながらね。粉に火入れるいうことなんですね。土井先生ですけれども。これが美味しいソースになるということなんですね。
はい、ということでですね、粉に火を入れていきながら、多分ミートソースみたいな感じになるんだと思います。最後は、ソースのベースを作っていくと、いうことでございます。2分ぐらいこうやってやっていくと。はい、この工程は以上でございます。はい、それではですね、4つ目の工程でございます。ちょっとこちらをご覧になってください。Add the soup stock, Worcestershire sauce and tomato paste ってありますね。スープストックと、マウスターソースでトマトペースト加えるってことですね。Cook for about 30 minutes ってありますけども、このクックの使い方気をつけといてください。後でちょっと喋りますけれども、さっきは炒めるという意味だったんですけれども、ここではまあ煮るってことですね。まあまあ、試験解いてる時にそこまで考えやしないかもしれませんけども、まあまあ、とりあえず、一緒に見てみましょうか。先ほどのですね、小麦粉を加えて、ちょっと質感がね、こうなんというのか、ソースのベースっぽくなってるわけですけれども、ここに、スープストックで、これは市販のやつですね。粉のやつを、溶いてるだけです。加えて、そしてまあ、トマトペーストをこうやってこう入れていくと。あー、いい匂いですね。そしてウスターソースもこうやって、こう加えていくという感じで、まあ、煮込んでいくわけになります。さっきのクックですけれどもね、これは面白いんですね。加熱調理するっていう時は英語では全部クックでいけちゃうんです。つまりさっき炒めるもそうですし、煮るもそうですし、ひょっとするとひょっとするとというか、揚げるなんていう時にもクックが使えるんですね。英語で料理の総称というのはクッキングですね。なかなかこう興味深いですね。英語圏の人にとって料理ってのはもうイコール加熱調理なんですね。日本とはだからそこら辺ちょっと違います。だから変な話ですけど、結構意外と使ったりするのが、今日手巻き寿司作ったよって、手巻き寿司作ったよなんて時にクックって使えないんですよ。あれ加熱調理してないから。じゃあなんて言わなきゃいけないのかというと、ですね、例えばクック以外のいわゆる調理系統だと、フィックスって単語があります。F-I-X のフィックスですね。向こうだとね、サンドイッチ作るみたいな、ああいうなんかパパッとやって加熱調理しない。Fix some sandwiches みたいな形で、サンドイッチ作るみたいな時には、まあ、Fix って単語を使ったりだとか、あと Prepare もありますね。準備するの Prepare。なんつうのも調理系統で調理するっていう意味でまあ使えますけれども、Cook はあくまでも、加熱調理のみということでございます。日本語だとね、料理するっていうのはね、こう、理を測ると書きますけれども、だいぶやっぱりそういうことで考え方が違いますね。向こうではクックと言ったら、クッキングと言ったら、加熱であるということで30分間、見ていこうと思います。はい、この工程は以上になります。はい、それでは、A の最後の工程でございます。ちょっと一緒に見てみましょう。ここ結構ね、大事かもしれません。5番目ですけれども、Season with salt and pepper.ありますね。塩コショウと一緒だった季節とかいうふうに、なんか青春っぽいなと思うやついるかもしれませんけども、そういう意味じゃないんです。全然ないんです。まず、シーズン。これ品種なんだと思います。これってね、共通テストとか考えるときの結構大事なことかもしれません。同じような流れで書いてあるでしょ ?cut, add, add, add. 動詞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 って来て、最後シーズンですから、動詞でしょうね。命令文でしょうね。ということは皆さんは知らなかったとしても、これ試験会場で、塩コショウでシーズンせよって言ってるわけですよ。シーズンせよ。そう思うと、大体はわかりますよね。はい。ということでちょっと解説をしていこうと思うんですけれども、シーズンですけれども、ちょっと言いつけますね。まあ、シーズンせよ。まあ、味付けせよってことはまあわかると思います。皆さんは、シーズニングって言葉ひょっとしたら知ってるかもしれない。シーズニングってのはね、調味料のことなんですね。シーズンはこれは、調理するという動詞でございます。ということで、まあ、最後、塩コショウすればいいんですけれども、ですね、まあ、まずは、やっぱこういう時は、最初ね、味見しなきゃいけませんのでね、ちょっと味見をしてみようと思います。先ほどのがどうなってるかっていうね。うん。ベリーグーです。これ元帝国ホテルのシェフの村上信夫さんのモノマネなんですけども、美味しいです。ただまあちょっと塩が甘いような気がしますんで、最後ちょっと塩を入れ、塩コショウを入れて、ソースを完成させようかなと思います。はい、じゃあちょっとね寄ってきてもらっていいですかね。こんな感じでですね、まあミートソースを作ってる要領だと思ってください。でちょっとねこう塩をやりましょうかね。量が多いので、なんかな、
はい、で、胡椒をこうバーっと入れて、で、かき混ぜていって、とりあえず映画完成するんじゃないかなと思います。最後にちょっともう一回、味を確かめてみようかなというふうに思います。さあ、いかがでしょうかね。うん、あ、美味しい美味しい。美味しいですね。はい、ということで映画出来上がりということになったわけでございます。はい、ですね、目がいい人は、尾形の T シャツが変わったんじゃないかと思うかもしれませんけれども、2日がかりで、撮っております。2日目でございます。ですね、さっき、シーズンっていう単語を間違って調理するって多分言っちゃったんで、調味するってですね、調味料入れるっていう、調味するっていうのがシーズン。お詫びして、訂正いたします。ということで、今日はですね、今日はじゃない、これからですね、make B という、この工程に行こうと思います。ちょっとこちらご覧ください。B ですけれども、meanwhile、一方でってことですね。一方っていうのは、まあ前の段階で30分、なんか煮込んだりしてるってことで meanwhile 使ってるんでしょうね。一方で cut potatoes into thin slices ってあります。into はこれも結果の into でございますね。ポテトを、切って、こう薄いスライスにしましょうと。で、二個目が heat pan and melt butter ですから、まあフライパン熱して、バター溶かしてください。add potatoes and cook for 3 minutes ですから、ポテト加えて3分間、まあまあこれは炒めるってな感じでしょうね。ここでちょっと謎なのがですね、これ、こっち見てもらっていいですかね。boiled potatoes を使えって書いてあるんですね。もう要するに、茹でてあるやつを、さらにここで炒めて、最後オーブンに入れるってことで、いくらなんでもこれはちょっと火を入れすぎなんじゃないかという気がしますんで、生のポテトでですね、じゃあこちらでちょっとやっていきましょう。まあ薄く切るってことですね。火通りがですね、こう均一に、なるように、こうやってあげようかな。火通りが均一になるように、なるだけ、こう、揃えて、切っていくと。いうことでございます。時間がないのでですね、またまたちょっとこちらにですね、置いてあるんですけれども、バター、結構これは入りますね。ちょっと焦げるのが怖いんで、ちょっと油を足そうと思いますけれども、ですね、ちょっと、水気は、ちょっとずつ取って入れていったらいいかなと思います。こんな感じで、ポテトをこうどんどん、投入していくという感じですね。おっとっとっと、結構量がありますけれども、まあこれが、上のカバーというか、なるわけですね。最初にも言ったと思います、これ料理名がですね、パイなんですね。パイじゃねえじゃねえかと思うかもしれませんけれども、こういうポテトでカバーしたものも英語圏だとこれパイと言ったりするところがあるみたいですので、まあそれでいいんでしょうね。いい感じになってきましたね。いい感じになってきましたね。3分ですから、まあそんなに時間は、かからないと、思います。で、あとでね、まあオーブンにも、火入れることですので。はい。こんな感じでですね。いいですね、いいですね。匂いがすごい、いい感じになってきました。3分間やっていこうと思います。はい、じゃあこの工程は以上になります。はい、それでは、仕上げていきたいと思います。最後の工程になりますけれども、ステップ3のところですね。heat oven to 200 degrees centigrade ってありますけど、まあ、200度に、オーブン熱しなさいということで、その次が、まあ、A をベーキングディッシュですから、まあ、耐熱皿ですね、そこに入れて、B、で持って覆いなさいと。この with be covered with の with でもありますね。まあ、B で持って覆うね。B で覆われているとかいう時の be covered with の with と同じ。and top with C ですから、まあ、C、で持って。で、この C って、B がポテトだ。C がチーズでございます。チーズに関しては、スライスとチーズって書いてあるんですね。スライスです。なんでピザ用チーズじゃないんだっていう気もしますけども、スライスチーズなんですね。追って、bake for 10 minutes ってありますんで、まあ、10分間オーブンで、焼いていくと、いうことでございます。さあ、じゃあちょっとやっていきましょうかね。先ほどのですね、ポテトが、まあ、いい感じです。ちょっと焼き色がつくぐらいですね、になっているというところでございます。これを、まあまあ、カバーしていくわけです。こうやって。
ミートソースのね、ミートソースというのが、前半で作ったやつの、上にこう乗っけていくと。いうことで、そして、次がですね、スライスチーズを乗せていくと。なんでスライスなんだろうという気がしますけれども、こう乗っけていくと。乗っけていくんですね。どうかな。あと、足りるかな。いいや。はい。ということで、できました。こういう感じのものが出来上がってですね、これを、オーブンにですね、入れていきたいと、いうことでございます。200度ですから結構熱いですよ、これ。大丈夫かな？こう入れて、10分間これで、やっていくということでございます。さあ、どうなりますか？ということで、この工程は以上でございます。さあ、どういう感じに仕上がりましたでしょうか。中を見てみたいと思います。さあ、お、出た。すごいすごい、グズグズいってる。おお、これ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 、こんな感じで、出来上がりました。いかがでございましょうか、いかがでございましょうか。ポテト&ミートパイの完成です。拍手しているのは、うちの長女でございます。はいはい、試食をしていこうと思います。オーブンでですね、作った、これでございますね。おっと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 、さっきはベイクっていう単語が使われてました。オーブンで焼くときは大体ベイクですね。さっきも言いましたけど、加熱調理は大体クックでいいんです。クックで使えるんですけれども、もちろんそれぞれの、専用の単語っていうのもありまして、さっき言ったように炒めるだったらスターフライだとか、あるいはこういうオーブンで焼くときは、まあ、ベイク使ったりします。ということで、まあまあともあれ、一緒にというか、食べていきたいと思います。さあ、こんな感じですね。美味しそう、見るからに美味しそうですね。食べてみたいと思います。あ、うんうん、いいですよ。思った以上に、これは多分テスト作った人も一回作ったことあるはずですね、これ絶対。うん、チーズとミートソースが非常によく合ってですね、美味しく食べられます。すごく簡単にできる料理ですので、皆さんも機会があったらですね、共通テストの問題を見ながら、作ってみるといいかもしれません。それではまたどこかでお会いしましょう。さようなら。